ベルン大学は、スイス・ベルンに本部を置くスイスの公立大学である。1834年に設置された。8つの学部と150の研究室があり、約19000人の学生が学んでいる。スイスで3番目に大きな大学である。ベルン植物園への入り口1834年、創立。大学のルーツは16世紀の宗教改革にまで遡り、ベルン大学の前身となる学校で新たな教職者の訓練が行われた。1805年の改革によって、神学だけでなく、法学や薬学も勉強できる体制が整えられ、1831年、リベラル派がベルン州で多数を占めたことで、ベルン大学への移行が決定された。2021年の QS 世界大学ランキングにて、世界第114位とされ、スイスでは第5位だった。2021年のザ・世界大学ランキングにて、世界第109位とされ、スイスでは第5位だった。2021年の世界大学学術ランキングにて、世界第101から150位とされ、スイスでは第6位だった。スイスには他に、チューリッヒ工科大学や、スイス連邦工科大学ローザンヌ校、チューリッヒ大学、ジュネーブ大学といった、世界屈指の大学があり、ベルン大学はそれらと並ぶ高い評価を受けている。今までに5人のノーベル賞受賞者を輩出している。また、神学者のカール・バルトの出身校としても有名。京都大学や慶應義塾大学と学術協定等を締結している。ありがとうございます。